今日までこの仮暮らしのアリエッティのメインスタッフをいろいろ紹介してきました。今日紹介するのは動画チェックを担当することになった藤井香織さんです。藤井さんは、東京都出身の女性なんですけれども、96年にスタジオジブリに入社しました。それからですね、動画の仕事をずっと続けていたんですけれども、2002年に公開されたギブリーズエピソード2っていう作品で初めて動画チェックのお仕事をしたそうです。それでですね、この長編としては今年公開のこの仮暮らしのアリエッティが最初の仕事になるということで、非常に今緊張して仕事をしているそうです。このアニメーターになろうと思ったきっかけっていうのを聞いたんですけれども、やっぱり昔からやっぱアニメーションが好きだったし、絵もうまかったらしいんですけれども、特にジブリの作品、特に中でもラピュタが好きだったそうです。それでやっぱり漠然とそういう思いがあったらしいんですけども、高校で進路を決めるときにアニメーターになろうと思って東京アニメーター学院に進んでジブリに入社することになったそうです。そんな藤井さんに今日も3つの質問をしてきました。まずそのマロの書いた絵コンテを見た時の素直な感想はと聞いたところ、とにかく絵がとっても上手い人だっていうことは知ってたんだけど、絵コンテがまさか描けるとは思ってなかったと、私にはとてもできませんというふうに言ってました。次に、この作品を通じて自分が、テーマにしていること、やりたいことということなんですが、長編を担当するのは初めてなんで、とにかく私ができることは全部やりたいと、そういうふうに決意を語ってくれました。最後に監督に一言ということなんですけども、とにかく初めてでいろいろ大変なんだけれども、私も頑張ります、だからできるだけいい作品になるように頑張りましょうというふうにエールを送ってくれました。今日は動画チェックの藤井さんについてお話ししました。